週のカウントダウンとともに一斉にスタートを切りました。2003年世界陸上女子マラソン、69人のランナー一斉に視聴者前をスタートいたしまして、ビクトリア通り、その集団の前を積極的に大南、高見、さらにはそのわずか、この画面で言いますとちょっと後方になりますが、野口みずき、小柄な野口も前積極的に出てきております。あるいは画面のちらっと今見えましたが、坂本直子もこの632番が見えますが、はい、かなりリラックスして集団の力を借りて走っているような感じがですね。一番後ろに大阪の時にも一番後ろを走ってましたよね。集団がよく見られるようにということで、はい、余裕を持って走ってましたね。後ろその意味では鈴木さん、この千葉選手もですね、6年前にこの世界陸上で10000mを取った銅メダルを取った頃、どの辺りに入ってくるのかという2003年世界陸上パリ大会フィナーレを飾りますこの女子マラソン、日本の4選手、野口みずき、そして大南高見、坂本直子、そして千葉真子、この4人の選手が16人ほどの先頭集団の中にまだぴたりと優勝争いを、主役を成しております。今ちょうど22キロを過ぎまして、集団の先頭前をロシアのザハロが前へ取りまして、ちょうど今この首里橋渡り切りまして、またセーヌ川の右岸に戻りました。ちょうどパリの中心部を仕切るような形で流れます、区切るような形で流れますセーヌ川を渡りまして、また先頭引っ張ってますけど、はい、こうやってもう一人一人レースの様子を伺いながら、こう展開変わっていくんじゃないかなと思いますね。先頭争いの今前を引っ張る形でこのレースの中で初めてと言ってもいいでしょう。エチオピアのアレムが集団の前へ出てきました。そして野口みずき、坂本直子、両選手がすぐ後ろ、さらに赤いランニングパンツが見えますが、ロシアのサハラオがあります。そしてこの集団の後ろの方ですけれども、日本の千葉真子の姿がでは走れないんですよ、はい、ですからあの前に必ずこう振り切ろうとする選手が出てくると思うんですよね。そうですね。今、その第一人者ムデラバが33キロ地点、この佳境で満を持してという感じで出てきました。そして野口、さらに鈴木さん、はい、千葉が明らかに集団後方につけていたのが前へすっと出ました、はい、ヌデルベ選手が前に出て、はい、今のこの合図でこれからレースの展開が変わっていくっていうのを、はい、多分理解して前に出てきたんでしょうね。スピードを生かして野口が食らいつきてほしい。ここでつかなきゃ勝負にならないですもんね、うん、ここでもう無理してでもつかないといけないですね、はい、野口、そして坂本、千葉の順で並んでおります。今ちょうど34キロから35キロ今選手が北上いたしまして、この通りをあと2キロほど走りますとフィニッシュ地点でありますサンドニスタジアムが見えてきます。ただいよいよ終盤、629番をつけました。まだマラソンを2回走って負けたことがないというこの野口みずき、名古屋、そして今年の大阪と2度優勝しております。この無敗の闘魂女王、なんとかその戦う先頭へ立ちまして、第一人者の貫禄の走り、そして食らいついている、今リポートでは4秒差というところで、なんとかここはメダル、それもできれば輝く金の色を目指してほしい。今はきちんとしているので、このままぜひ追っていってほしいですよね。やっと水木さんの走りになってきたって感じですもんね、はい、大きく足が開いて、はい、ダンベルなども65キロを上げちゃうぐらいの筋力を持ってますので、はい、こういう時強いですよね。もうまだまだいけると思います、この走りでしたら。先ほどタイムチェックで10秒差だったんですけれども、今しっかりとこれはヌデルマは目標3番目に上がろうとしております。千葉が3番目に上がろうとしております。すごいですね、千葉さん、さっきハムさんに抜かれたんですよね。それからまたですね、はい、今まさにこれはもう大阪国際女子マラソンのビデオテープを見るかのように、まずここで、北朝鮮のハン・ボンシルを抜いて、坂本も抜いて、現在千葉が第3位へ、千葉が第3位へ上がりました。世界陸上、はい、千葉さん、オリンピック、世界選手権を通じては初登場でした。そのマラソンでさすが第一人者、遅れて野口みずき、競技場の中に入ります。スタジアムに野口が銀メダルを目指して、あるいはこの本当にヌデレバを最後まで粘って追いかける姿、そしてヌデレバが今ホームストレートです。フィニッシュ地点のサンドニスタジアム、大会最終日、日本選手の決勝種目があります。 400m リレー、あるいは 1600m リレーもこの後控えておりますが、日本の野口、競技場に入りました。視界には十分ヌデレバー入っているはずです。野口の視線の先にヌデレバーも見えているんですが、この差、粘れ野口、今その差は大体80メートルぐらいか、70、80メートルです。先頭バックストレートにまもなくかかります。ケニアのヌネレバ、アフリカ勢として世界陸上初めてのメダルの色が輝かしい金の色になるか。このヌネレバ2時間23分を刻んでおりますが、大会記録を大幅に更新することは間違いありません。そしてアフリカ勢として初めてこの世界陸上の女子マラソンでメダルを獲得するべく、30歳のヌネレバ、今第2カーブに入りました。そして日本の野口、銀メダルはこのままいけば確実です。遅れて千葉が入ってきました。遅れて千葉が競技場に入ってきました。あの6年前の 10000m の銅メダルに続く千葉、メダル獲得も近い。そして日本の野口がここを追いかけております。今日本の野口が残り 200m を切りました。そして先頭を行きますケニアのヌデレバ、しなやかな走りがこのパリのロードを制しようとしています。キャサリン・ヌデレバ30歳、アフリカ勢として初めての金メダルのフィニッシュ、2時間23分台、見事な優勝。第一人者ヌデレバ、やりました。ケニア勢としてのみならずアフリカ勢として世界陸上マラソンで初めての金メダル、そして輝く銀の走り、日本の野口みずき、いよいよフィニッシュラインです。いやー、今手はフィニッシュライン入りました。おめでとう、銅メダル、第2位堂々第2位銀メダルです。マラソンのアテネオリンピック自動内定第1号が出ました。そして千葉、銅メダルへと向かいます。 銀メダル、日本の野口。そしてこの大会終盤の猛烈な追い上げでベストスマイル、本当にあの選考会の大阪のように見事に追い上げに追い上げて、今後ろを振り返りましたが、もうフィニッシュすることはありません。 10000m6 年前のあの銅メダルに続きまして、見事に今こちらは銀メダルでフィニッシュいたしました野口を捉えておりますが、今千葉が第3位のフィニッシュ目前。この千葉真子、6年前の 10000m に続きまして世界陸上、今度はマラソンでの銅メダル、のフィニッシュやりました。2時間25分を少々回っておりますが、千葉見事に銅メダルのフィニッシュ。そして坂本直子が見えております。マラソン2回目で見事にこの世界の舞台、堂々の4位入賞、今フィニッシュ。日本勢が2位、3位、4位と相次いでフィニッシュいたしました。そして遅れて北朝鮮のハム・ボンシルが続いております。日本の野口とそして千葉が今健闘をたたえ合っております。銀メダル見事にやりました野口みずき、アテネオリンピックへ見事にこの内定の切符を手にいたしましたが、3選手お互い健闘をたたえ合っております。見事な銀メダル。いやー、増田さん、金こそ取れませんでしたけれども、2位、3位、4位のフィニッシュですよ。一人一人がいいです。改めましてのこの4ショット、あるいはこの1、2、3位のスリーショット、もう嬉しかったないです。